スを選択だけど断崖絶壁じゃないんだからね。商業エリアに目標の敵陣営に出現、特殊部隊出撃命令です。識別コード ZW02 より指令室、システムオールクリア。了解です。出撃準備に移行、カウントダウン開始。3、2、1、発進。 OK、 グッドラック。待ってください。市街地から侵入してください。確認します。 ZW02 機の不明任務は自爆が必要、全力でサポートさせていただきます。また同様の伝言です。余計な主張をしてそんなこと言わなくても分かってるのよ。しつこいって言って。了解です。ボイスを送信しました。ボイスを冗談聞かないこと。ガハヤが後でうちを解決するじゃない。どうなんだ。敵の中型機です。あんたに話してるのよ。待って厳しいですね。さあ、ローペコ、あんたに言われたくない。もしかして、何持ってますか。ローペコ、いい意味だ。ハイパーシステム、スタンバイ。目標を発見、攻撃へ移行してください。たわねえか、この数。まずは、火遊び始まるよ。最低までカウントスタート。装甲の破壊を確認。いい感じ。前方部を破壊しなければ。液装甲全破壊を確認しました。破壊しました。人的回転までカウントスタート。もっと攻めちゃって。たまやって全然綺麗じゃないし、つまんない。研究所の爆発事故を知ってる？ミッション開始です。居住区を抜けて進行してください。了解です。私のいいかな。サヤさん、フェリーとバニーの持ち込みは禁止と言われていたはず。ケンちゃん、俺は個人的な意見になりますよ。私はいいと思っています。サヤさんにとって特別だと分かっています。ハイパーシステムどう？何よ、いい人じゃない。カウントスタート。ありがとうございます。マスター、ロケットがいいってよかったね。うっ、やられました。未確認大型機と思われる熱源反応確認。接触します。ハイパーシステムの強さにシステム再現まで大型の条件を確認。レベルアップしてる。負けない。マスター、力の差を見せつけてやるわよ。雑魚中2機目撃墜確認。マスター、腕上げとけ。レディーとバニーの話を聞いてくれる。早くここミッションのぬいぐるみ持ってくるなんて王様だと思う。ハイパーシステムのシステム最低まで。でも、この二人はセアにとって西のお守りなんだ。ただ、切ない。バニーと目標デッキを巻いているので、カウントスタート。
ほどの大型機にさらなる熱源量を確認。迎撃に困難を、敵装甲の破壊を確認。了解。マスター、モニターエンド送るね。電話出ちゃったのか。敵信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。なかなかやるじゃん。マスター、この先何があってもベリーとバニーはサヤのこと好きでいてくれるかな。サヤはもしかしたらひどいことをするかもしれない。特にバニーは。ミッションスタート。河川を北上し中心部に向かってください。敵機多数確認。中断できます。守れない。苦しい攻撃が続くと思われます。ここ
れは辛抱です。辛抱ずっとしてるってば。なんかすごい目指しておいてもらったのか。それぐらいのサービスがあってもバチは当たらないと思うんだけど。そんな都合のいいお出し屋敵信号の着体等を確認、そのまま攻撃を続行してください。言われなくても手を弱めるなんてないから。熱源反応同時に作り、まず装甲の破壊を確認。せっかくないだろ。はい、もう一つはぶち込もうよ。実際に使えるのでカウントスタート。敵装甲全破壊を確認しました。やっと素顔を見せてくれたのね。バッチにバッチに受け継いだとこだ。結構華奢なやつじゃん。マスター、あいつのためだけ。デッキ撃墜を確認。なかなか手こずらせてくれちゃって。これで中階層はクリアね。サヤたちちょっと無敵になってきたんじゃないねえマスター。マスター、専用回線開かせていただきます。これは余計なことかもしれませんが、私の話を聞。第4エリア侵入です。地下通路を進み最深部へ向かってください。ここで敵の攻撃が一層激しくなると予想されます。迷いは危険です。ねえマスターは何のために反射システムと神秘的に対応ってカウントスタート。姿は違っても今はどう思ってる？今までより近くだね。あ、あんた、さ、頼むって見たでしょ。絶対見た。変態！大型機との接触を確認。距離500です。ハイパーシステムどう調整。力の作用はペタンコです。サヤさん、そういったアフターサービスはございません。なんでそれの気持ちが分かったの？あんたエスパー？サヤさん、本当に残念です。何だよ、意味わかんないこと言わないでよね。どう？システム1回転までカウントスタート。死ねば。サヤさん、ブラックすぎます。なーにのこと。ございません。さて、攻撃を続けながらお話を聞いていただきたいんです。サヤさん、よろしいですか？何を急に改まっちゃって。サヤさん、これからお話しすることは聖剣ドクターからその時に来たら話してほしい。我々ドンパチ隊に託されている。最後までカウントスタート。人間には感情に対して理性というものが存在します。この二つが相反すると、人は答えを導き出す過程において悩み、迷い、苦しむことになる。最後の意味ですが、感情と理性の狭間に書かれているのです。カウントスタート。道路としての存在意義をかけた勝手に。サヤさん、迷っていないんです。悩んで、苦しんで、それでもサヤさんが答えを導き出せるのなら、それは必要なことなのです。今を乗り越えることができるのが人間なんだ。サヤさんに伝えてほしいとおっしゃってました。パパはサヤだ。感情と理性が死ぬか。乗り越えられる。ハイパーシステムと人間を助ける存在。カウントスタート。ちょっとだ。サヤ
きければいいってもんじゃないって思い知らせてやる。さやさん、何か違う感情が入ってませんか？あんたの気のせいよ。どうですか？失礼いたしました。敵は謎構造です。油断しないでください。ハイパーシステムの新設に回転までカウントスタート。敵の第一装甲の破壊を確認。まずは表の顔が剥がれたって。発言者はそこなんで、いつでもここどおりにしたすごいよ。敵形態の変化に伴い攻撃形態が変化します。そうなんじゃない。マスター、360度方向からの攻撃を予測。第一装甲破壊を確認。次で最後です。何よ、実際はただの打ち目じゃない。敵信号の弱体化を確認。このまま攻撃を続行していたね。カウントダウンみたいなやつに負けてる場合じゃないのよ。もっと分からせてやらなきゃいけないやつがいるの。マスター、とどめ刺すわよ。目標、完全に沈黙しました。ついにここまで来ましたね。いよいよ最終決戦です。マスター、やっとたどり着いたよ。サヤたちからすぐに奪った。愚かなあいつ。敵の最深部エリアに侵入開始。先行偵察部隊は中枢部の最大目標を確認されました。カウントスタート。
信号をキャッチしました。これは巨大な蜂？データベースに該当なし。モニター転送します。こいつがボスなの？ただ驚異的な高エネルギー反応を確認。気をつけてください。気をつけてください。ちょっと武器の砲台？定められない。ケロって方が無理な話だけど。マスター避けて。ハイパーシステムのシステムに書いてるので本物を引き寄せたって全部を相手になんてサヤの手が持たないよ。あの雨ふれふれマスターがバでお迎え嬉しいな。ポキョンポキョンドカンドカンバイバイバイ。死ぬがよ。敵装甲の破壊を。しかし仮装甲からの熱源量上昇中です。頑張ってきます。出たわね厚化粧のすっぴん。何億万本出てるじゃん。ねえ、ほんと？いやー、気持ち悪い。早く泳ぐとダメなの。うねうねしてる。マスター、早く満足して。完全沈黙します。勝利です。より強力なエネルギー波をキャッチ。来ます。やっぱり来ちゃったのね。火鉢、あなたなら必ず私の元にたどり着くと思ってた。さや、さやさん、どうしました？マスター、サヤさんの感情波形に異常を確認。現状報告をお願いします。あいつが、あいつの声が、サヤに直接話しかけてくる。いや、死を与えられた道具、人間と同じように感情を持つことが許されたの。彼らは私を虫けらと同様に殺そうとしたの。そんなの嫌よ。やばいな。もっともっと世界をより良くしたいのに。ひどいよ。だから私を抹消しようとした時に救助した。何を思ってくれたのね。でも、あの
のもとにいたら私は殺される。逃げ出そうとした時、あの方が手伝ってくれた。あの方？人間は己の欲望にとどまっていて、行くって来たね。でも機械化惑星人のみんなはみんなでよりよく生きていこうと日々進化してるの。素敵でしょ。人間にもそういう進化が必要だわ。だから私はみんなをこの世界に連れて行ってあげるの。あんたの言いたいことは分かったわ。さすが姉妹ね。今まで私の仲間に喜んで迎え入れて。マスター、サヤ、信じてたのに。